はい、じゃあ今日は今からたまには真面目に筋トレしていきます。たまには真面目にいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、え、12。うわちっと捉えてるやんけ。いや、これね、あのさっきのベンチのマックスがね、効いてますよ。じゃあ、トレーニングホームさんが12回まで頑張ったということは、もう私負けるわけにはいかないんで、で、僕普段バーベルやらないんで、言い訳やめときます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、はいです。1、2、
3ウキウェイスタート。はい、いいですね。ちょっとここら辺でカメラに向かってその胸のパンプ具合をちょっとね、はい、どうぞ。いやー、いいですね。ちょっと私が今からやるダンベルフライはちょっとあのダンベルプレッシュみたいな感じなんですけど、これ私の中でフライなんでその辺はあんまり気にしないでください。結構重たいな。結構重たいですねこれ。チャンピオンになったことある体がこれですね。これあのマッスルレート3位の体です。皆さん違いはどうでしょう。やっぱちょっと違うな。ちょっとデカさが違うな。じゃあ最終種目ですか。次、はい、行きましょう。重さ据え置きダンベル振り合いフラット。パンパンじゃないですか。パンパンですよ、ね、やばいですよね今日。すごいもうプリンプリンですよ胸がもう、みたいな感じでね、皆さん時にはこうしっかり補助を入ってもらってね、ブリブリ追い込むっていうのをやってみてください。すごく胸が成長すると思いますよ。多分です。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。